長井チャンネル。長井市秘書広報室の白田です。長井市すみれ学園に来ています。今日は旧市役所本庁舎跡地に移設したすみれ学園をリポートします。すみれ学園は障害や発達に不安のあるお子さんに通園による継続的な支援を行う施設です。この度清水町から旧市役所本庁舎跡地へ移設整備が完了し、2024年4月18日開園となりました。光がたくさん入る明るい園舎、中には医務室を設け、医療的なケアが必要なお子さんも受け入れられる体制を整えました。自由に遊べる園庭もあり、出入り口近くにはシャワーや着替えスペースが設けられていて、汚れても安心です。子どもたちが過ごしやすい配慮があちこちに施されています。また、子どもを預けた保護者などが利用できるテレワーク施設も設置しています。外には多目的広場を設け、隣接する小学校の子どもたちとも一緒に遊ぶこともできます。これからこの場所ですくすくと育ってほしいなと願っているところです。インクルーシブなまちづくりを目指している長井市にとって、ここが発信の地であるように私たち頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。利用する子どもたちに寄り添った温かな空気を感じました。すみれ学園では子育てに不安がある方の相談や見学を随時受け付けています。詳しくは市の子育て推進課またはすみれ学園にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。これからも魅力的な長井市をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。